はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ来ましたよ、いよいよ新パックの目玉商品となっております。こちらオーパーツ、オーパーツデッキ、スリーキュンがね、スリーキュンがキャラクターとして実装になりましたんで、まあまた3の評価、キャラクター評価をまた別途やっていきたいと思うんですが、今日ですね、オーパーツデッキっていうのが何してるのかについてね、ご紹介をしていきたいと思います。最初は多分説明がちょっと長くなる気がするんだけども、スキルなんですが、この異次元とのつながりっていうスキルを採用してまして、でこのスキルはですね非常に強いです。デッキエクストラデッキのモンスターいったら墓地を送り、自分のフィールド上のすべてのモンスターのレベルをなんか墓地を送ったモンスターのレベルに合わせるよみたいな効果ですね。で要はあのモンスター2体並べてなんか適当にエクストラデッキかなんかペッて墓地にモンスター送るとレベルが合うんで、レベル4とかレベル5とかレベル6とかなんか今現状で合ってなくてもなんかレベル同調みたいな感覚でなんかペッて合うっていうレベルが、ここが強い。でこのスキルは、以下の条件を満たしたデッキを設定しないといけないということで、また縛りですね、これ結構強いんです。このスキルが多分一番強い、あのオーパーツを使うのに一番強いスキルかなと思ってるんですけども、縛りがあって、デッキエクストラデッキにオーパーツモンスターと光属性のナンバーズモンスター以外のモンスターが存在しないと、だから光属性のナンバーズとオーパーツしか入っちゃいけないってことですね。このねエクストラ縛りがね結構きついです。はい、なんで実質オーパーツしかほとんど出せないみたいな感じですね、感覚的には。でデッキにオーパーツモンスターが12体以上存在するってことで、めちゃくちゃ多いです。12体がめちゃくちゃ多い。だから、さっきの見ていただいた通りなんですけど、デッキはデッキこんな感じになってまして、モンスターが一応モアイ3、ボーン3、スカル3、ネブラデスク3っていう、感じになってますね。でこれが一応12枚です、ね、かなり辛いですね。ギミック的には12枚持ってかれるんで、ほとんどその G 枠ないんでね。で、エクストラデッキも一応、縛りがあるんで、一応出せるモンスターね強いのはねこんなこのくらいかなと思いました。まあ、とりあえずあのフォークヒュークさんですね。で、アトランタルが2で、フォーカスフォースと、まあ、プレインコートみたいな感じになってますね。で、動かし方なんですけれども、まあ、ちょっと対戦見ていただければ分かるんですが、とりあえずねネブラディスクゲーです。はい、このモンスターがめちゃくちゃ強いです。このモンスターは、エアーマンですね。簡単に言うとエアーマン、召喚に成功するとデッキから、オーパーツカードを持ってこれるっていう、これモンスターじゃなくて魔法トラップでもいいんで、例えばこういうねあのピラミッドアイタブレットとか、オーパーツテクノロジーとかでもいいんですけど、これねこういうカードは別に入れなくてもね戦えるんで、オーパーツだから別になくてもいいかなと思います。で、このエアーマンをガン詰めしまして、でこれが引けたら強い、これ持ってこれるんで、で特殊召喚できるんですよ、思わいとかって。これはあの手札にある場合は、オーパーツがいれば手札から特殊召喚できるよって守備表示でねっていう効果を持ってるんで、こいつをネブラデスクで、持ってきたりとか、あと普通にスカルはオーパーツがフィールドにいればこいつを手札から捨てるとオーパーツ持ってこれるよってことなんで、まあ基本的にはネブラディスクで、スカル持ってくるじゃないですか、骸骨で、骸骨捨てるんですよ手札から。で骸骨捨てて、顎持ってきて、で顎特殊召喚するっていう。だから流れ的にはフリスビー召喚、骸骨持ってくる、骸骨捨てて顎持ってきて顎特殊召喚です。ここまでが基本的な流れで、ボーンは一応ね高校枠用に入ってて、こいつあの相手のフィード上にモンスターがいて自分のフィード上にモンスターがいなければ、ボーン特殊召喚手札からできて、で特殊召喚成功したら手札が墓地から、クリスタルじゃねえ、オーパーツモンスターを特殊召喚できるってことで、あれですあのマクリオ、高校マクリオに入ってます。でどういう風に戦っていくかっていうと、エクシズモンスターを基本的にエクシズ召喚して戦っていくんですけど、展開はですね、さっきのこの異次元とのつながりで2体並べればもう出せるんで、何でもランク6とかランク4とか、まあ、ランク9とかも一応出せますね。なんであれっすわフォークヒュークもしくはアトランタルを先行でこの2体並べることによって出していくっていう展開方法ですね。で2体並べる方法がさっき言ったネブラディスクからの展開以外にも、モアイがいれば特殊召喚こいつできるんですよ。なんでモアイとボーンとかでもいいし、あとスカルとモアイとかでもいいし、スカルとかでもいいですね。スカルで召喚してスカルの効果でモアイ持ってくればいけるんで、スカルとかでもいいし、まあ、なんか意外といろんな組み合わせで出せるんで意外と安定感はあります。で肝心なエクシズモンスターの効果なんですけど、まずフォークヒュークですね。このモンスターは簡単に言うとフリーチェ打点0もです。フリーチェで相手のフィールド上のモンスターの打点を0にする、攻撃力を0にする。なんで、戦闘では基本的に破壊されません。基本的には。相手のモンスターの打点をゼロにできるんで。これ、フリーチェなんでダメージで使えますけど、この効果は相手なんでも発動できるっていう、誘発特殊効果っていうやつなんでね。だから、殴られてもゼロにできるし、あとシンプルに相手のフィールド上のモンスターが殴ってきたら返り討ちにできることもできるんで、まあ、相手から殴られることはほとんどないですね。で、
フィールド上の大パーツモンスターを1体リリースすると、元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つ相手のフィールドモンスターを破壊するってことなんで、まあこれフォークヒューク自身もリリースできますので、しかも耐久性がありませんので、例えばまあ2体並んでるとしましょう。フィールド上にモンスターがで、そいつらをなんかバンバンリリースして相手のモンスターをバンバン剥がしていくっていうこともできます。はい、でですね、アトランタル、アトランタルさんね、すごく面白いこと持ってるんですよ。このモンスターですね、ライフ半分マンです急にライフ半分マン、レベル 6×2 っていう、条件なんですけど、これスキル使えば、オーパーツアトランタルを墓地に送ってから、アトランタル出せるんで非常に強い。でこのモンスターは自分の墓地の、ナンバーズモンスターを装備できるんですよ、エクシー召喚に成功した時。だからこの一元とのつながりっていうスキルで、レベルを合わせるために墓地に送ったオーパーツアトランタルを装備することができるんで、スキルでかなり完結できてます。非常に強い。でアトランタルを召喚してアトランタルを装備して、でこいつは装備カードになってる、モンスターの攻撃力の半分打点がアップするんで、1300アップして3900に攻撃力がなると。でさらに、丸三番の効果で一旦に一度エクシーズスレ取り除いて、装備しているこのカードの効果で装備している、要はアトランタル装備してるんで、基本的にはアトランタル装備してるんで、装備してるアトランタルを墓地に送ると、で相手のライフポイントを半分にできますだから先行で出したらいきなりお前ライフ2000なっていうことができると、結構面白いですね。ただしその効果を発動するとは自分はバトルフェーズを行わないっていうことなんで、まあこれ先行で基本的にはやることになると思うんですね。はい、という感じですね。で一番簡単な貸し方は、まあとりあえずバック割ります。サイクロンでバック割って、本当にフォークヒュークを出します、ネブラディスクなんかから。でフォークヒュークで相手の打点をゼロにした上でコンセントレートで勝ちです簡単でしょ、回し方結構簡単なんですよ。でフォークヒュークさんのフォークヒュークじゃない、ネブラディスクさんの効果説明し忘れてたんだけども、2番の効果で、こいつが墓地にいる場合は自分のフィールド上のモンスターが、オーパーツモンスターのみの場合墓地から蘇ってきますよっていう効果あるんで、こいつ結構強いんですよね。だから一発目初動は必ずこのあのフリスビーから入りたい、基本的には。でフリスビーから入って後続を用意しやすいようにしたいです。でその効果を発動するターン、自分はオーパーツカード以外のカードの効果発動できないよっていうことなんで、あのコンセントライトとか打てません。これに注意ですね。はい、というわけで、早速ですね、結構まあそこそこ強いかなっていう今のところ感じの感覚なんで、まあ、またこの構築がどんどん変わっていくかもしれませんけども、とりあえずですねコンセントレートという最強の魔法トラップカードで、分からせていきたいなと思います。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、闇遊戯君か、闇遊戯、あーガイアか、闇遊戯ガチでデッキわかんなくないガチでデッキわかんないよ闇遊戯マジで、どういうデッキやねんってなるよね。パッと見ムーンライトなのか、なんか妖戦獣なのか、ガイアなのか、こいつデッキ選択肢多すぎてマジずるいわ。ここ今スリー使ってたら絶対だってオーパーツしかないもんね。行くぞ、ガイア召喚いいだろう、ガイア効果、極限いいだろう、あのスパイラルフュージョンとかもまだありますからね。ガイアはまだまだ、強化の余地はあり。とりあえずフリスビー生きてるんで強いです自分で、あとは癖がないこと祈るみ、癖なかったら普通にサイクロンで走破するガイアやっちゃうんですか、癖あんのかー、やんのかい、なるほど、ブレイクスルースキルきた。いやーこれ安直にサイクロンを発動しない方がいいですね。走破するガイアを意外と割っとくと結構ね相手に何もできないってことあるんで、サイクロンはねなんかワンチャンとこうですね、バックは割らずにちょっと一回展開してみましょう。なんだかんだモンスター効果に対しては結構ね強いんですよ、このなんだ、フォークユークがモンスター効果っていうのはあいつの効果には、ガイアの効果には、なんでかっていうと打点がゼロになるので、相手のモンスターが結構ね、そんな強いんですよね。でですねなんか展開許していただけそうだな、展開許していただけるんだったらモアイ出すか、これモアイ出すしかないな、あれなんだろうな、ちょっとわかんないですけどね、これフリーチェーンがめっちゃあるんでちょっとわかんないんですけど、とりあえず展開していきましょう。フォークキュークをまあ出していけばなると思うんですよね。でスキル発動しましょう、異次元とのつながり発動。さあエクストラデッキから、ランク4のモンスターを、墓地に叩き落とすことによって出していきましょう。フォークヒュークをあの伏せなんだろうな、あの伏せがちょっと分かんねえから、なんかこうするしかないかなっていう感じですね。フォークヒュークの効果は割とガイアには結構刺さります。ガイアの効果は一応打点が下げ、打点を下げて相手破壊するんですけど、これフォークヒュークで打点ゼロにするので相手のモンスターの、だから効果不発になるんですよガイアは。
なんで、ですね、これでみんなに行く感じかな。セット一応して、これはセット、カードをセットで、これは使うかもしれないから残しなきゃいけないから、サイクロン走破するガイアあるとコンセント使えないんで、走破するガイアを割っときましょう。これでサーチはさせないっていう構えしといて、サイクロン、なるほど、サイクロン使っていただける、なるほど、なるほど、これ使ってくれたら嬉しいけどね、使ってくれたのは嬉しい。じゃあぶん殴りに行っていいんじゃない、走破するガイア、これコンセントも使えるんで殴ればいいですよ。普通にバトルフェーズっていきましょう。さあバトルフェーズ、さあバトルフェーズ入りたい、そこだ、なるほど。さあリーマンロークシーガイアの効果で破壊しようとするんじゃん。でこれが強いところなんですよ。フォークキュークは相手の攻撃力を、ゼロにするんで、相手の攻撃力をこれでゼロにするんで、ガイアの効果はふわっとなります。これ後打ち有利です、これ後打ち有利、これあのチェーン2個有利です、こうなるんですよ。でもメインフェイズは別に続けなくてよくて、バトルだ、であいつは殴っとかないといけないんで、これでダメージ手でこうしてこうですね、はい、 OK どうすかどうすか。さあガイア君、ガイア君で処られるかな、でもガイア君で処れないと思うんだよこれ、こいつってそんな簡単には、はい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 、魔道騎士ガイア、いいですよ、魔道騎士ガイアです、魔道騎士ガイアは OK、 はいはいはい、融合されてもそんなには怖くないんだよね。これ一番怖いのは竜の鏡っていうあの効果でなんか連打されるのが一番怖いですけどね、まあ、全然いいですよ、全然いいですよ。さあカード1枚2枚1枚セットして、で融合してくる、リーマドキシガイアいいだろう、さあリーマドキシガイアいいだろう、はい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 、ほんでほいでほいでバトル、ご存じない、このモンスターダメージで使えるのご存じない、このモンスターの効果ダメージで使えるのご存じない、あれあれユキ君テキスト読もうねテキスト読もうねユキ君、ユーギー君、新しいモンスターが出てきたら必ず理解するようにしよう。ネブラディスクの効果を発動して、フィールド上にオーパーツモンスターがいる場合、墓地から特殊召喚できる、その後、オーパーツしか、効果使えなくなります。まあ、関係ないですね、オーパーツしか使えない。で、クリスタルボーン召喚。で、雑にレベル合わせます。雑にレベル合わせていく。まあ、もう一回読んでいくかな。まあ、一応もう一回読んでいきますか。まあ、あと残り約2000しかないんで、まあ、フォークヒュークビートしていけば。これで効果値が出た、でフォークヒューキューほい、よいしょ、でバトルフェイス行こう、フォークヒューキューダイレクトアタック、結構強くないですかやってることは。ガイアには割とフレイングによっては勝てるかもしれないですね。さあお相手の方、シャークオーパーツクリスタルゴン、相手にとって不足がない、フリスビー来てないとちょっと弱いんだよね、フリスビーが来てないとちょっと弱くて、このなんかあの骸骨の体と顎だけではねそんなに強くないんだよね。でこれ先行出すモンスターが微妙で、あんまり強いモンスター出せないんだよね。これなんかいる、なんかいたら教えてみたいな、聖杯もな、まあ、突き押しの方が強いんだけどさ基本的には。ただフォークヒュークでなんかワンキルしてから聖杯にしてんだけど、まあ、月のショットそんなに相性がないんだよな、フォークヒュークの効果。表側で置いてもらえていけないから、狙撃系か。なるほど。あ、サイレントアングラーか。はいはい。なるほど。セットカード悪いのいけないな。まあでも一応重装兵ないので、マシですね。重装兵がめちゃくちゃ一番強いです。重装兵が一番強い。いやー、これ月にした方が基本的にはいいとは思うんですけど、月のショットフォークヒュークの相性があんま良くなくて、その辺ちょっと悩んでるところです、今。あんまり良くないんですよね。聖杯で止まんないじゃん、これ。はい。バハムートシャークの効果発動。はい、バハムートシャークはいいです。了解しました。月の下で裏返してもな、フォークヒュークで抜けないからね。あんまりやっぱ弱い人は良くないよね。デモチェとかの方がいいんだろうけど、やっぱその先行で展開できないと意味ないからね。ちょっと難しいよね。これは聖杯か。ここ聖杯じゃなくてブレイクスルースキルとかでもいいと思います、普通に。まあ、聖杯打つしかない。聖杯打って、で、まあ、ナイトメンシャークに打つしかない。意味ないけど、これ打つしかない。サイクロン、まあ、強いね。まあ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 、まあ、しょうがないね、それは。それはしょうがない。
それはしょうがない。でも相手も言うてそんなには強くないから、言うてこの戦闘では破壊されないんでね、フォークヒュークは、フリーチェーン打点0万なので、相手のフィード上のモンスターがのフリ、打点をフリーチェーンでダメージ捨てまで0にできる効果を持ってるんで、こいつはそんなに簡単に効果では破壊されますよ、もちろん簡単に、いともたやすく行われるえげつない行為で、あの狡猾な落とし穴とかやられるといとも簡単に死にますけども、そういうカードがなければまあまあって感じ。コンセントレートワンチャン勝てる、ワンチャン勝つ、これでワンチャンこれで勝てんの笑うな。フォークヒュークの方がそう、俺は選択したモンスターの打点をゼロにさせます。はい、これで打点をゼロにさせていただく。さあこれで攻撃表示に変更してフォークヒュークでぶん殴っていくしかねえな。さあ行くぜバトルフェイス、通れ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 、押し通れ、邪魔するな、押し通れ、じゃギャーッでも、まあ、言うて突き押しだったらまだいいですね、効果破壊されないんで。で、バハシャで出してたモンスターで突破できないとまた癖あんのかよ。おお強えじゃねえか、癖。いやでもこれ知らないですね、まだこれまだ知りませんね。フォークヒュークでなんとか打点がゼロにできるんで、フリチェで多分知らないです耐えます。これあのサイキロンだったら勝ちかもしんない。これトップサイキロンで勝ちまであるよ、トップサイキロンで勝ち、トップサイキロンで勝ちはいはいバトル OK、 これが強いんですわ。ダメして大パーツでフォークヒュークの効果発動、お前のモンスターの打点をゼロにさせてもらうぜ。おりゃーバイーンマジで頼むサイクロン、ドアある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 探検隊、あるある探検隊、いける、それ何、効果すかマジでやめて、キモいから、それ何、だがこの瞬間月の書、はいはい月の書か、勝ったか勝ったか勝ちか、これで、裏にされ、あ、それ裏にされる、はいはい、自分を裏にしていくスタイルね、なるほど、ケアしてきてるじゃん。まあでも両方とも攻撃表示だけどな、攻撃表示変更してバトルフェイス入ります、いきます、アムロいきまーす、コンセントライトこの魔法カード最強だわ。さあ、お相手の方、兄様、兄様じゃないですか、兄様兄様、お久しぶりです兄様、兄様、ちょっと兄様に僕見せたいモンスターいるんですよ、見せたいモンスター、ちょっとこれ見せますね兄様、見てください兄様、俺は、私はレベル6のモンスターに対してオーバーレイモンスターをエクシーズ召喚、現れよオーパーツアトランタル、現れろナンバーズ6オーパーツアトランタル、これセリフねえんだな、召喚ムービーどうぞ、かっこよかっこよかっこよ、ういきたぜ。そしてオーパーツアトランタルのモンスター効果、もちろんナンバーズを装備させるすることができるぜ。そして一ターンに一度アトランタルはこのモンスターの効果によって装備しているモンスターを、あー装備しているそうカードを墓地に送ることによって半分にする、半分マンお前ライフ2000からなお前ライフ2000からスタートな、ターン終了、登場際が悪い、いや何もやってないまだ、さあ2000ライフポイントスタートでございますよ、コントレースパペット、兄さんはそれは最強の新パックで実装された愚かな埋葬、めちゃめちゃ強い、めちゃくちゃ強い、いきなり2枚墓地壊しめっちゃ強い、ビスクドールの効果、やばい、これで対象に取ることができるようになった、いや強いんだよな、この動きはねめちゃくちゃ強いんだよね、これで、スキル発動して、でこっからねギミックかけとその展開できるのめちゃくちゃ強いです、これめちゃくちゃ強い、でデストロイ、いいでしょう兄様、兄様なんか余裕で殺されそうな未来が見えるんですけど兄様これ、兄様これ一応ライフ半分見せたくてこれ出しましたけど、これネクロドールの効果発動、あなるほど、墓地からこのカード以外の、はい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 、特殊召喚いいでしょう兄様、ほう、
ネクロドールいいでしょう。キョヨ手札からアドバンスドロー強い。これがなめちゃくちゃ強いんだよね。アドバンスドローっていうカード、ネクロドールが実質ほとんどタダで出てくるんで、このデッキだからアドバンスドローが強力なところなんですよね。サイクロン聖杯打っとくか、もう打っとくか、自分のモンスターに打っとこう、自分のモンスターに打っとこう。打点を3000にしておく意味あんまないかもしれないけど、さあこれでアトランタルの打点を3000にしていくぜ。いや言うてジャイアントキラーは飛んでくると思いますけどね言うてジャイアントキラー飛んでくると終わるみたいな話はあるけども、テラーベビー、はい、テラーベビーの効果、あネクロドール特殊化は、なるほど、はい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 。で8で4でもデッドリーシーンとかだったらまだワンチャンあんのか。デッドリーシーン普通にきついけどね、普通にきついけど、ギガンテスドールの方か、なるほど、ギガンテスドール、はい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 、なるほど。あっ負けかな兄様ちょ許して兄様、ヘブンズストリングス、あっギガンテスドールのことまだ使ってないですもんね兄様、人のモンスターパックンの良くないよ兄様、人のモンスターパックンの良くないって、オーバーレイ、ちょ、無理マジちょ、返して兄様、兄様これ上げる、これ君上げるアンサーこれでもやりすぎだよ兄様やりすぎだよやりすぎです兄様